はい、また発信するかどうかもわかんない音声を撮ってます。まあ、発信するなら M キャストっていうことになると思うので、まあ、M キャストっていうことで、収録します。はい、まあ、今はね、23日の4時50分ぐらい、今日も秘密の隠れ家にいて、まあ、隠れてないけど、まあ、隠れて、まあ、とね、多分歌ってるところは誰も、そう、通行人なんか絶対この時間来ないだろうっていう、もう農道中の農道。しかも、あの、林の中、全部木に囲まれてる中で歌ってるので、まあ、多分、うん、まあ、しかも、民家まで、人が住んでるだろう、民家まで、あの、まあ、500メートルぐらいは、500メートルはないかな、300〜400メートルは離れてるので、まあ、人様に迷惑かけることもないだろうみたいなところに、入って、また声を出していきたいと思うんですが、今日はちょっと雨降りなんで、そう、いつでもあの、たまに動画に出てくる、シェルターのところに荷物を置いて、と、まあ、まあ、財布もないし、まあ、まあね、まあ、ここはザ・日本。そう、まあ、捉えることもないでしょう。で、まあ、雨も小雨になってきたので、まあ、傘も持たずに、行きたいと思うんですが、そう、なんかね、今日イヤホン忘れたので、そう、まあ、イヤホンつけてようがつけてないようが、やってることはそんな変わらないんで、まあいいでしょう。はい。まあその前に、6月4日に、私が出演するイベントがわかりました。で、名前は、越路三島の里祭り。里は、山里とかの里ですね。里祭り。6月4日日曜日、午後10時から午後3時まで。会場は、長岡市三島会館前。そう。まあ、三島というとですね、長岡の駅から、長岡駅から、まあ、車でね、まあ、30分はかかないな。まあ、30分ぐらいのところで、ほんとね、長岡市は盆地なんだけど、盆地に広がる、あの、雄大なね、水田の中にあるね、山への、そう、まあ、西の方なんだけどね、その大きい山を越えるともう海っていう感じなんだけど、山へのところにある、町です。はい。でね、まあ、日本酒好きな人だったら知ってるかもしれない。そう、夏子の酒っていう、まあ、日本酒をテーマにした、有名な、あの漫画があるんですけど、夏子の酒の、酒造元があるのが三島ですね。確か三島。三島だ、でいいかったな。隣の輪島だったかな。輪島だったかもしれない。まあ、大体そういう環境です。はい。まあ、そこいうとこ、そこで、まあ、越路三島の里祭り。まあ、越路三島っていうのは、まあ、他に三島って地名がね、あるみたいですね。そう。まあ、越後三島の里祭り、6月4日、会場は長岡市三島会館。で、私が出演するのは、そう、ステージイベントで、13時からの予定です。私はね、ダンスチームの、ダンスの曲の音に合わせて歌うというような感じです。はい。なので、まあ、今回ね、多分トークで場をつなげとか、まあそういうことはないと思うんですけども、まあね、まあ、トークで場をつなげと言われたら、まあ10分でも20分でも30分でも、まあ場をつなぎますけど、まあ今回は、ダンスングヒーローを歌って、まあ一回歌って終わりという感じだと思います。はい。まあね、そう。で、まあそんな中で、今回も、そう、路上のカラオケライブデビューのために、今日も、まあ、一日一回ぐらいちょっとね、一回二回ぐらいでっかい声を出さないと、なかなか喉の調子戻らないし、そもそも喉の調子戻る前に風邪を治せって感じなんだけど、そう、治らないのよ。
そう、わかった。うん。薬を買う必要があると思うんだけど、まあね、今月さ、まあ散々、ちょっとね、お金いろいろな、ばらまきすぎちゃって、ぶっちゃけね、薬買う金がないんだって。お薬買う金がないんだって。まあそんなわけで、まあもう自然治癒力だけに頼ってるみたいな。まあそんな感じなんですけども、今日も隠れ家に行って、朝のね、声を出していきたいと思います。うん。まあ、それで、最近ね、帰りも歩きながら、橋の上で、まあ、でっかい声で声出してますわ。まあね、この時間だと、まあ、まだ朝ね、朝っぱらだから、今日、雨がちょっと、小雨になってきたということで、まあ、ちょろちょろ歩いてる方もいらっしゃいますけど、うん。まあ、これからね、今向かってる、私がいつも声出してるところは、まあ、そもそも、その先にあるのは畑だけで、まあね、今のね、畑されてる方はね、専業の方なかなかいらっしゃらないのでね、まあ、そこもね、多分、専業じゃないんだと思うな。そう。だからまあ、私がうろうろする時間に、人が、畑やってる方を見たことないところ。だからまあ、この時間に、まあ、誰も通らんだろうっていうようなところで、でっかい声で歌ってます。うん。でですね、今日は、15分、20分ぐらいしかないから、まあ、割合と声出しやすい歌を歌いながらやっていきたいと思うんですが、まあね、帰りも土手てか、周りにね、結構人がうろうろ歩いてるところでも気にしないで、まあ、でっかい声で歌いながら、橋の上を歩いてるので、まあ、ダンシングヒーローの音合わせは、まあ、そっちの方にしようかな。まあ、とりあえず今日は、まあ、声を、朝一発目声を出すってところから始めていきたいと思います。今日もね、鳥の声聞こえるかな？すごいでしょう。私はこのね、虫やね、鳥のために、鳥に聞いてもらうために歌ってるというような感じかな。そう。まあ、うるさい人間どっか行けと思ってるかもしれないけど、まあ、それはちょっと許してもらって。うん。まあ、そんなわけで、今日もやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、昨日はね、ウェイトベストを着てなかったから、まあ、ぜいぜいはーはーってことなかったんだけど、今日はウェイトね、10キロのウェイトベストを着ながら歩いてるんで、まあ、ちょっと、息切れてます。なるほど。さあ、やっていこうかな。今はちょうど4時56分。まずは、最近ね、歌い出しはこれが楽だってことに気がついた、愛は時を超えて。うん。まあね、私が勝手に発声練習してる。まあこの発声練習は独学です。独学です。うん。まあ、どうやって練習したらいいかっていうのを、まあ、チャット AI とかで調べてみたは、見たんだけど、うん、まあ、なんだろう。まあ、一番歌ってた頃に出た声は、そう、まあ、体重の問題も、体型の問題もあるだろうし、いろんな問題があって、再現できるかどうかわかんないけど、まあ、とりあえず諦めずに歌い続けるしかないかなと、今思ってやってます。はい。そんなわけで、愛は時を超えて。そう。まあなんか、止まった息切れちゃうな。そう。もうちょっと先まで行こう。うん。まあここで歌ってもね、土手で歩いてる人には聞こえるかもしんないけどね。まあ、そんなの気にしたら終わりよ。そう。まあでも、林の中歩くだけで、ものすごくさ、なんか、大地のエネルギーをもらってるような気がして気持ちいいんだよね。さあ、私の、ステージに来ました。今日も、何万人の、観客がいるかわかんないですけど、まあ、みんなね、もうピーピー、ピーチクパーチクね、うるさいんで、歌っていきたいと思います。わかる？第一声は私でも緊張するの。うん、けど。あなたの鼓動が、
私を優しく包む言葉はもう何も知らない。微笑み見つめ合うの、星の瞬きほど儚い。命をもっと燃やしたいの。生まれてよかったと今初めて言えるから、あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。なんだろう、歌い始めてたらなんか一瞬なんか周りが静かになった気がした。まあなんか、なんだろう、一発目からこんなに出るのは、そう、体調いいしょっかな。まあ慣れてきたのかな。さあ行こう。さあ迷った日々も、未来に流す涙も、肩を並べ見上げる空に、あなたは消してくれる。背中をそっと押されながら、光の中へ歩き出すわ。私の行く道が遠くまで続いている。あなたと会えなくなる日が来ても、私は忘れないわ。眩しすぎるこの瞬間を、あなたと見つけたこと。ああ、誰、ああ、そう。もうテンポあるか。ああ、誰かに愛した輝きが明日を変えてゆくの。逃げ出さない何があっても一人きりじゃないから、あなたと巡り会えた喜びが、なんかあってないね。あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。さあ今日は時間がないのでちょっといろんなこといきましょう。まあそんなわけで、うん、そう、まあ時間がないと言っても歌いたい歌を歌ってるって感じに、でいいよね。そう、まあ声が出したやすい曲からもう優先的にいきましょう。そんなわけで、プリンセスプリンセスの M。そう、まあ毎回この私が勝手に歌ってるだけのこのポッドキャストを聞いてる人はまあ同じ曲しか聞いてないので本当ごめんなさいって感じだけど許して。さあ行きます。うん、そう、そうね、アニソンのジャズボーカリストを目指してるのにアニソンが入ってないっていうのも許して。そう、まあ詞を入れてないのよ。うん、けど、いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。
季節はまた変わるのに、どうし心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう迷わない、もう叶わない、思いならあなたを忘れる勇気だけ欲しいよ、今でも覚えている、あなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえも、So once again、星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草もはしゃいだよ、あの時の私も、これねアカペラで最後困るよね、ここ、このね、So once again、 星が森へ帰るように、ここさテンション上げすぎるとシュッとまとめられないんだな今度から気をつけよう、欲しいよからかな、せーの、欲しいよ、今でも覚えている、あなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえも、 So once again、星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草もはしゃいだ、あの時の私も、いつも、ここはまあ今後の課題ってことで、いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに。心だけ立ち止まったまま、今歌詞のねどこを歌ったか分からなくなった第2コーラスかな、第2コーラスよかったんだけど、まあいいや、けど出会った時の写真、出会った秋の写真にははにかんだ笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった、まばたきもしないであなたを胸に焼き付けてた、恋しくてあなたの声聞きたくて、消せないアドレス M のページを指でなぞってるだけ、 So once again、 夢見て目が覚めた、
黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなってゆく So once again星が森へ帰るように自然に消えて小さな仕草もいつまでもあなたしか見えない私もなんか今日感情乗れてるけどなんか全部がバラバラねそうちょっと手書きで書き直してちょっとあのポイントポイントを書き入れないと無理かな。まあそこそういうレベルのところに来た気がする。うん、さあそんなわけで次は何行こうかな。じゃあ、まあ、時間的にもう2曲いけるかどうかというところなので、そう、まあ空船行こうかな。うん、その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。なんかお腹グーッとなってた。その船は今どこにふらふらと浮かんでいるのか。その船は今どこでボロボロで進んでいるのか。流されまいと逆らいながら船は挑み、船は痛み、すべてのスイフが恐れをなして逃げ去っても、もうちょっとキーあげたいな。その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。最初からこのキーで行ければね、うん、意識すれば違うよね。そう、その船、あ、でも、このキーまで書けちゃうと、さ、まあ、ここ、その、なんか、トキオみたいな感じになっちゃうね。うん、トキオにはなりたくないんだよな。その船は、自らを、空船と、忘れているのか。その船は、舞い上がる。あ、そう、なんか息が抜けてるね。うん、その時を忘れているのか。地平の果て、水平の果て、そこが船の離陸地点。すべての港が明かりを消して黙り込んでも、その船を漕いで行け。あ、そうだ。ここだけあげるか。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。ナノシケの時間なんだ。何を酒場。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何を消すんだ。何の試験の時間なんだ。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何を船を消すんだ。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船を漕いで、そうだ。私こうやって歌ったんだ。うん。そう。そうだ、そうだ。
綺麗な歌の歌い方はしなかった。そう。まあ、2番からもう一回いこうかな。その船は自らを空船と忘れているのか、その船は舞い上がるその時を忘れているのか、地平の果て、水平の果て、そこが船の離陸地点、すべての港が明かりを消して黙り込んでも、その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。そうだ、こうやって歌った。そう。何のしけの時間なんだ、何をさばかかりなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。何のしけの時間なんだ、何をさばかかりなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。そうだ、こうやって歌った。ちょっとずつリハビリが効いてきたかな。そんなわけで、まあ、歌えるかな、ギリギリ。いや、ちょっと今日はここまでにしようと思います。そう、まあ、そんなわけで、まあ、これはね、この音声は、取るだけ取って、まあ、発信するかどうかわかりませんが、そう、ストックそう、まあ、いつも同じようなことで、なんかもういいよって怒られそうだけど、そう、まあ、許して。そう、まあね、話したいネタがあって話したい時もあるんだけど、そう、まあ、どうせね、どうせ一人の時間を潰して、まあ使ってるわけだから、まあそれをね、無駄にしたくないっていうところも、まあ正直なところで。まあそんなわけで、短時間だけで、喉使っちゃったね。そう、もうちょっと、同じように歌って喉を節約できないと、10曲は歌えないよね。そう、なんだろう。そう、単純に風邪ひいてるから、喉が炎症してる上に酷使してるからかもしんないね。よいしょ。あ、それでももう30分ぐらい経ったんだ。まあこれからお風呂の掃除入って、お風呂の掃除行って、まあ、帰りは上野美代子ちゃんの安心ヒーロー、あれ、一回声で歌いながら、まあ、帰ります。まあ、帰りはね、そう、まあ、いつも、イヤホンで音楽聴きながら歌ってたんだけど、今日はイヤホン持ってきながら、もしかしたら、帰りも収録しながら、後でブッキングして、前半後半に分けてブッキングして、まあ、1時間ぐらいの超ロングな、もういい加減にしようって怒られそうな、まあ、ポッドキャストになるかもしれませんが、まあ、それも、それ。まあ、笑いながら、聞き流してくれればいいと思っています。そんなわけで、まこねーの M キャストでした。バイバイ。また明日かな。また今度。